おいっす、どうも皆さんこんにちは、ゆっかです。いやー、スーパーマリオメーカーやっていくぞー。ちなみにね、まだ起きて5分しか経ってないです。コースを探せ。やめ、目が開かない。技能検定忍び中忍への階段初段やっていくぜ。マンジーマンジーって書いてあったね、今ね。よし、マジマンジーだから俺。よし、まあね、多分ね、寝起きだから何言ってるか分かんないみたいな、まあ寝起きじゃなくても何言ってるか分かんないことって多分俺の動画はあると思うんだけど。そこはね、ちょっと目をつぶれて。さ、こういうコースってさ、思うんだけど、矢印あるじゃん。この矢印に沿って通ることを想定されてるから、この時間になってると思うんだよね。だからね、矢印とはまた別の動きをすると意外と取れ、時間が余ったりすると思うパトラ。あ、くっそ、惜しいな、めちゃくちゃ惜しいな。余裕でした。これはいけたっしょ。あざます。次のコースいきましょう。それで次のコースはこちら、廃墟の遊園地、一緒に遊ぼう。いや、怖いんだけど。何これ、ホラー系のコースですかこれ。ちょ、これ大丈夫、これ多分イライラ棒的なサムスティングの、避けれるね。でもこれ結構この辺にいないと当たるよね。オッケー、大丈夫。でドアに入ると、はいはい、ギロチン、当たんねえわ別に、ちょっとビビりすぎ。ギロチンが来たのかと思ったよ。もうコーナー普通に避けていけばいいのかな。ブレテラスバカ野郎、当たるわけねえだろカス野郎がよ。口がめちゃくちゃ悪い。よし、ドアに入ります。で、なんだこれ、落ちてきたりはしないのね。うん、ビビってねえし。よし、やっていこう。あ、これ乗ってけみたいな。乗ってくぜ。オッケー。いい、乗り心地が素晴らしい。うわっと、中間。あざます。で、こっちはなんだ、これ何、乗ってくみたいな。いや、これ待ってよ。いや、勢いでいける。なんもねえのかよ、ちょっと。ふだけんじゃねえよって、ボビオロゴンもぶち切るレベルだよ、これ。いや、でもまだ中間あるんで問題はないですね。あった、うわっ、あっぶね。よし、赤コインを通りつつ左に進んでいくっていう感じなんだね。よし、オッケーオッケー、これも取りますよ。オッケー、スバラ焼肉の、うわっぶない、オッケー。で、これ何、この不穏な空気、大丈夫大丈夫これ。おー、素晴らしい、なんということだ。天才か天才か俺は。よしよしよし、これはなんか特に何もないのかな。普通に左に、ね、危ない、進んで、あ、土管あるね。土管に入っちゃえばいいのかな。え、なんか上にもなんかありそうだけど、でも上見てる時間あるかな。あ、何もなかったわ。よし、土管に入る。土管に、なんだこの4択は、4択。いや、俺まず右から行く、時計回りに行こうぜ。じゃあ時計回りに行くと、なんか土管多いな、土管ばっかの配管工だから。クリア率 1% あるかないかのコースだったのに、こんなに簡単でよかった？え？運が良かったのかな？他の土管全部外れみたいな。絶対に踏むなよ。絶対に踏まねえよ、任せろ。俺絶対踏まないからな、ペインスイッチだなやっぱり。オッケーオッケー。なんで俺踏んでないよ。踏んでた俺。え、ちょ、踏んでた？コメント欄にちょっと踏んでたかどうか書いて。絶対踏んでないからね、俺。絶対踏んでなかったよね、俺。もうコメント欄見るの楽しみだわ。踏んでなかったですよーって。踏んでなかったですよー、あれはバグですよーみたいな感じのコメント欄になってるよ、多分。わかんないけど。あ、ちょ待って、これ絶対回転しちゃダメなやつやん。もうこれ回転したらさ、地面崩れるような、そういう感じのコースでしょ、知ってる。どうしようかなー。あ、じゃ分かった。天才的なゆっかさんは、多分これはドッスンの方行けば、あ、そうか、ちっちゃくなれば大丈夫なんだ。天才じゃんもう俺。やったね、やったやった。いや、今のはね、完全に自分のジャンプ力を理解してなかったんだけど、そういえばね、俺頭いいわこれ。こうすりゃいい話だよね。待って、これ、え、これ超簡単になっちゃったんじゃないこれ。天才すぎて草。もうゆっかさん天才すぎかよ。あ、そうか、画面外のピースイッチは残ってるんだ、まだいらないでしょこれ。いらないな、あのジュゲム欲しいな。あの雲に乗ったら絶対簡単だよね。どうしようかな。やばい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 、余計なことした。よしよしよし、もうこれいらないいらないいらない。よしよし、こっち行くじゃん。
いや、なんだあれ、あのドッスン、ドッスン邪魔だな。うわ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 、オッケーオッケー、簡単じゃないか、素晴らしい。それでは次のコースやっていきましょう。チョロプー異常発生注意報ということで、チョロプー異常発生してるの？キノコもらうじゃん、一匹しかいない。よし、これはな、壁キックで避けるみたいな感じのコースなのかな。かあー、そういうことだね。多分なんか上にいっぱいいる。ちょっと待って、え、なんか落ちる落ちる、あぶれ、おおえどういうことだこれは。こっち行っちゃっていいの？オッケーオッケー。ちょっと、うわ、めっちゃいるじゃん、めっちゃいるじゃん。な、ちょ、まあ、これなんだよ、これ。大丈夫。落ち着いて、危ない危ねえ、楽しい。いやー、運が良かったって言った方が多分正しい。それでは次のコースやっていきましょう。レディーゴー、ワクワク爽快スピード。ワクワク爽快簡単スピードランやっていきましょう。3段ジャンプ OK、大丈夫大丈夫。まあ、クリア率 2% ぐらいなんで、いつも 1% ぐらいのスピードランをね、一発でクリアするとか言ってたから、多分これはもう一発でクリアできるよ。待って、今ミスった。一発でクリアできるんじゃないかなって思うんだけど、スピンでしょ。で、ここも上がってスピン。大丈夫。こんなんのをね、ミスんな。あ、ほら、死んだかと思った。いやー、怖い怖い。もう、あと、大丈夫かな？このミスがさ、時間が足りなくなる原因とか言うの、やめてね。オッケー、よしよしよし。で、待って、危ね。よいしょ。いやー、待って、これもう時間がやばいかもしれない。大丈夫かな？かなりミスっちゃってるんだが。オッケー、あと8秒。頼む、時間余裕にしておいて。あー、どうだどうだ。余裕でした。ありがとうございます。いやー、よれ、死んだ。それでは時間的にラストのコースですね。降り注ぐクリボーさんたちやっていきましょう。どういうことだ。バネで、うわ、ずっと待って、よ、真横に降ってくんのかよ、これ。ちょ、無理だろ。待って、これ、もう急げばさ、急げば無理だよなぁ。え？待てよ、これどうすればいいんだ。速攻でダッシュで間に、いや、いけそう。え、いけるっしょ、これ。多分間に合うと思うんだよな、俺。いやー、こうやって、投げる。いや、これ無理か。無理だわ。じゃあなんか別の方法があるのか。バネ上投げできればいいんだけどさ、上投げはできないんだもんな。そうだよな。いやー、あ、え、なんかそれっぽくないこれ。あ、わかった、ここに重なってもダメ。今しゃがんでなかったからかな。しゃがんだらいけるか。しゃがんでみて、よいしょ。あー、こういうことだったなるほど。いやー、勉強になりましたわ。はい、というわけでここまで見てくれてありがとうございました。いやー、寝起きの声と全然違うな。もうシークバーで一番最初に戻ってみて、多分声全然違うと思う。寝起きで実況撮るの面白かったなそんな感じでね、この動画面白いと思ってくれたらぜひ高評価、そしてチャンネル登録ポチッとね、チャンネル登録まだしてない方ポチッとお願いします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。また明日な。